さあ、とんでもない情報が発表されてしまいました。はい。えー、2024年の2月の1日から、再びなんと、ユニバーサルスタジオジャパンと、鬼滅の刃のコラボが開催決定となっております。うおーって感じなんですけども、一体なんで、えー、このタイミングでって思ってる方いらっしゃいますよね。 はい、えー。それについて説明いたします。まあ、それはですね、えー、鬼滅の刃柱稽古編の放送が2月から放送開始だからなんですよ。はい。えー、皆さんですね、えー、前回のコラボを思い出してほしいんですけども、えー、前回開催はなんと、えー、2021年の9月の17日、えー、から2022年の2月の13日、 なんですよね。これは偶然なんでしょうか。2021年の9月の25日、プロモーションリール2021が公開。2021年の10月の10日、鬼滅の刃無限列車編が放送開始。2021年の12月の5日、鬼滅の刃遊楽編が放送開始。このように、コラボ開催期間中とテレビの放送のタイミングが前回開催の時は、 全く同じだったんですよね。開催が被っているのは偶然なんでしょうかいや、違いますね。前回の開催のテーマは無限列車編。そして、10月から無限列車編が放送されたという事実がありますので、まあ、これはね、完全に合わせに行っています。 また遊郭編とのコラボ開催期間中がねかぶ、まあ、っていますよねえこれもね、まあ、完全に合わせにいっていると思うんですよねはいえつまりえ今回え「鬼滅の刃柱稽古編」っていうのはやはりえ2024年の 2月の4日から放送開始っていうので、まあほぼ確定なんじゃないかなと思っております。で、まあさらに、なぜ今回2月の4日なのかということなんですけども、それに関してはもう一つの理由がありまして、なんと例年のプロモーションリールの傾向。はい。 えー、おととしのプロモーションリールは、2021年の9月の25日に公開されました。そして、えー、続編が、鬼滅の刃優格編が放送されたのは、約2ヶ月後の、えー、2021年の、えー、12月の5日。はい。 さらに、去年のプロモーションリールは、2022年の12月の10日に公開。そして、続編の、鬼滅の刃、刀舵の里編が公開されたのは、約2ヶ月後の、2023年の2月の3日。はい。こちらで、上限集結の映画がね、公開されております。これは偶然、2ヶ月程度という数字なんでしょうか。 いや、そんなことはないと思いますえ。テレビアニメっていうのは放送枠が決まってから放送日っていうのは発表するはずです。えつまりえ、大体2ヶ月先くらいかあ本当にちょうどいい発表できるタイミングということなんじゃないでしょうか。 はい、えー。すなわち、えー、今年のプロモーションリールはあ、2023年の12月の10日に公開ですよね。えー、で、そして、えー、その約2ヶ月後は、あ2024年の、ま、2月の4日、日曜日ということなんですよね。はい。えー、4日である理由っていうのは、ま、日曜日だからですね。 え、毎回鬼滅はね、日曜日放送なので、まあ、そんな感じですね。いやー、今回柱稽古編はやはり2月の放送なのかなと思っております。さあ、じゃあ本編戻りまして、USJ とのコラボ今回どんな感じかご紹介いたします。さあ、今回のコラボ開催期間が2024年の 2月の1日から6月の9日ということで4ヶ月間ですね。だいぶ長い開催期間となりました。で、アトラクションの方が VR ジェットコースター。 鬼滅の刃 XR ライド、夢をかける無限列車。ということで、こちらに関しては、2021年に USJ に登場した VR ジェットコースター映画、劇場版鬼滅の刃無限列車編をイメージした世界を体験できるアトラクションで、VR 技術によってね、舞台となる無限列車が、 再現されているみたいなんですよね。いや、これかなりね、楽しそうですね。え前回の開催の時にえ、これ私乗れていないので、乗りたいですね、今回ね。はい。で、またこのアトラクションの復活に合わせて、えストーリーコースター、秋滅の刃、ハリウッド、ドリームザライトっていうのも復活します。 はい。これもね、めちゃくちゃ楽しそうだよね。で、今回一応2種類あるみたいなんですけども、第1弾が心が燃える絶叫編。で、そして第2弾の方がみんなで全集中編ということで、これはね、確か乗ったことがあるんですけども、席にスピーカーがついているんだよね。 で、そこで、炭治郎たちが話しかけてくれるんだと思います。さあ、そんな感じでめちゃくちゃ面白そうですね。 さあ続いてレストランなんですけどもえ、今回2つのコラボレストランということで、富士の花の食事所と、スタジオスターズレストランっていうのが復活いたします。で、富士の花の方はね、こんな感じでございます。さあ内装が、まあ、かなりこだわっている感じでね、うん、めちゃくちゃ綺麗ですね。はい。で、富岡さんもいらっしゃいますね。 はい、でそして続いてがスタジオスターズレストランということでこんな感じですね。でこちらに関してはまあ煉獄さんとのコラボっぽい食事どころなのかなと思いますね。はい、でそしてですね、続いてこの他 ユニバーサルスタジオジャパン限定のポップコーンバケツ、ネズコのポップコーンバケツが、ストラップを新たにして再登場するほか、パーク内で炭治郎や全一たちと様々な特別訓練に参加する、鬼殺隊特別訓練ラリーなどが開催予定となっております。まあ、こんな感じでね、今回またネズコのこれね、復活ということで、 めちゃめちゃ欲しいんですよ。前回私ゲットできていないので、めちゃめちゃ欲しいんですよ。はい。で、そしてですね、追加情報なんですけども、フードだったりとか、グッズの追加情報に関しては、決定次第ね、発表される予定ですということで、柱稽古編の グッズなんかがワンチャン登場予定だよね。うん。はい。ということで今回はこんな感じですね。いや、もうとにかく最高のコラボですね。はい。てな感じで皆さん高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。えー、コメント欄の方に皆さん USJ は行くんでしょうかあぜひともコメントをお願いいたします。はい。ということで皆さんまた次回の動画でお会いしましょう Yeah. <sighs>